私はミカ、旦那と娘のルカと3人暮らしです。私たちは最近念願の一戸建てを購入しました。もちろん35年ローン。そこそこ広い庭があって、2階のベランダからの眺めもよく、私のお気に入りの家なんです。マイホームを購入してからは夢だったガーデニングをしたり、休みの日にはバーベキューをしたりして快適に暮らしていました。それからしばらくしてから、同じ幼稚園のママ友さくらさんが近くに引っ越してきたんです。娘のあんちゃんはいい子なんだけど、さくらさんはちょっと困った人で、私は早速さくらさんに振り回されていました。ねえミカさん、今からそっち行くから。どうしたの？急用？うん、まあそんなとこ。私まだ出先なんだけど。じゃあどこにいるのよ？ルカの服を買いにアウトレットまで来てるの。うっそ、信じらんない。行く前に声かけてよ。うちの子も服欲しかったのに。そうだったの？でもちょっと時間ができたから急に思い立ったのよ。誘うくらいできたでしょ、言い訳しないで。あなたって本当冷たい人ね。そんな。もういいわ。お昼過ぎには帰るから、それからでもいいなら。あら、じゃあお昼ご飯頼める？アウトレットにある名物のステーキ弁当買ってきてよ。お金は立て替えて、お願い。わかったわ、じゃあ後でね。私たちが家に着くと、さくらさんは家の前で待ってたらしく、鍵を開けると勝手に上がり込み、エアコンをマックスにしてつけました。そして私が買ってきてあげたステーキ弁当をガツガツ食べて、コーヒーやらお菓子やらを散々食べ散らかした後、うたた寝までする始末。結局急用だと言った割には大した話をせずに、幼稚園のお迎えの時間までだらだらうちにいたのです。しかもステーキ弁当は待たせたお詫びということで、おごらされてしまいました。それからも用事を作ってはうちに上がり込み、だらだらと居座るさくらさんに正直困っていました。ある日もこんな LINE が来たんです。ねえミカさん、聞いてよ。どうしたの？8月に入ったら旦那が単身赴任になるの。だから家には私とアンだけになるのよ。旦那さん忙しいのね。そうなの、マンションのローンもあるし、働いてもらわなくちゃなんだけど。そうよね、でもアンちゃんはちょっと寂しくなるのかな。そのことなんだけどね、アンが羨ましがるのよ。ルカちゃん家は庭があっていいなって。うち狭いからさ。そんなことないじゃない、一度行きたいわさくらさん家。いつも私の家ばかりだから、今度はさくらさん家でお茶しましょうよ。絶対に嫌よ。え？私人を呼ばない主義なの。え、そうなんだ。人を呼ぶとお菓子やお茶を用意しなきゃいけないでしょ。もったいないじゃない。は？それにエアコン、夏に人が来たらエアコンつけなきゃいけないし、光熱費かかるの嫌なんだよね。え、さくらさんエアコン使わないの？いやだ、私は使うわよ。でもね、他人のためにエアコンつけるのはもったいないから嫌なの。ほら、私ってこんな風に見えて実は節約家なのよね。そうなんだ。私はさくらさんのせこさに呆れてしまいました。さくらさんはうちには平気で上がり込み、飲み食いを散々しながらエアコンをガンガンにつけます。私は家が素敵だとか居心地がいいと言われていつも招いていましたが、さくらさんがあまりにもせこいので、なんだかこれまでのことがモヤモヤするようになりました。でもさくらさんは私のそんな気持ちはお構いなし、夏休みも強引に押しかけてきたんです。ミカさん、今日も暑いわね。本当ね。ねえ、今から行っていい？アンがプールがしたいって言うのよ。子供たちに水遊びさせながら私たちはお茶しない？この前あなたんちで飲んだハーブティー飲みたいわ。ミカさんちはくつろげるのよね。ごめん、今日はダメ、ちょっと忙しいの。え、なんでよ、何かあるの？田舎に持って帰るお土産を買いに行くのよ。親戚が多いから準備が大変なの。田舎？うん、夏休みは田舎に帰省するの。聞いてないよ。急に決まったから。私たち8月はずっとあなたんちに行くつもりだったのに。
そうだったんだ。そうよ。そんなこと言われても私にだって都合があるわよ。じゃあその間家貸してよ。あなたの家庭も広いしバーベキューもできるし景色もいいしさ。ミカさんたち勝手に帰省してもいいから家は貸してね。え？無理に決まってるじゃないの。そんなことできるわけないでしょ。なんでよ。そんな長く家開けたら物騒だよ。夏休みは空き巣が多いんだからね。私たち留守番しとくよ。そんなの絶対に無理よ。ちケチね。何よ、せっかく人が親切に言ってあげてるのに。そんな、いくらなんでも私たちがいない家に居座るっていうのは非常識じゃない？はあ？ミカさん、あなた私を信用してないんだ。そういうわけじゃないけど、でも無理なものは無理よ。ひどい。もう絶好よ。さくらさんはとんでもない提案をして断ったら逆ギレする始末。留守宅に上がり込もうとするなんて考えられませんでした。でも今回きっぱり断ったし、これでしばらくは連絡してこないだろうと少しほっとしながら田舎に帰省したんです。後から合流した旦那と親戚がたくさん集まり、ワイワイ賑やかに過ごしていました。そんなある日、夜中に気がつくとさくらさんから LINE が入っていました。やっほー、元気？あなたが義実家でいい嫁をやってる間、私は楽しんだよ。そこには、うちの庭でバーベキューを楽しむさくらさんとその友人たちの姿があったんです。さくらさん、どういうこと？これ、うちの庭じゃない？そうよ、あなたの家の庭を借りたの。ちょっと、どうやって入ったのよ。勝手口の鍵の隠し場所、見つけちゃった。見つけちゃったって、信じられない。留守中にそんなことするなんてありえないわ。はあ？だからこうして借りたってわざわざ報告してるじゃない。ちょっと庭借りただけじゃない。それなのに何なの？何がいけないの？この前も貸してよって言ってたじゃない。あなた何も言わないからオッケーしたんだと思ってたんだから。私無理だって言ったよね。さあ、そんなこと言った？私は知らないわ。そんな、ちゃんと断ったじゃない。なのに勝手に入るなんて、さくらさん、まるで泥棒ね。ちょっとあなた、私にこんな失礼なこと言って。やっぱりミカさんとは絶好だわ。今後幼稚園でうまくやっていけると思ってんの？どういう意味？私、次の PTA に推薦されてるのよね。ルカちゃん、幼稚園で困っちゃっても知らないよ。とにかく私は借りるってちゃんと連絡したからね。ちょっと、さくらさん？さくらさんは勝手に人の家の庭でパーティーをした挙句逆ギレしてきたんです。すぐに旦那に LINE を見せると、翌日旦那が家に戻って様子を見てくることになりました。そして翌日、家に戻った旦那が激怒して私に連絡してきました。旦那からスクショが送られてきたのですが、庭は花火やバーベキューの後で乱され、窓ガラスは手形や食べ物の油があちこちについていました。しかも庭に侵入したのは一度ではなく、毎日のようにどんちゃん騒ぎをしたように荒れ果てていました。旦那はその場でさくらさんの家に抗議に行ったようですが、留守でさくらさんの電話もつながりませんでした。そこで私は旦那と話し合いをして、ある作戦を決行することにしたんです。すると次の日、さくらさんから慌てたように連絡が入りました。ちょっとミカさん、電話出なさいよ。無視したらどうなるか分かってるの？ミカさん？あら、私とは絶交したんじゃなかった？何度も不在が入ってたけど、もう友達じゃないから無視してもよかったんだけど。あなた、どこにいるのよ。あなたの家に入ったら警備会社が来て不法侵入だって言われて、私捕まっちゃってるの。また勝手に入ったの？どういうことよ、どこにいるのよ。だから帰省してるんだってば。主人の地元にいるの。ねえ、どうして私が捕まっちゃってるのよ。今すぐ何とかしてちょうだい。一体どうなってるのよ。最近ね、庭に勝手に入ってくる泥棒がいるから、セキュリティを警備会社に依頼したの。また勝手に侵入されて荒らされたくないからさ。
警察にも、もしかしたらまた侵入者が来るかもしれないって言っておいたのよ。はあ？まさか私のことじゃないわよね。私は友達だからいいのよね。は？絶交したじゃない。あんたなんて友達じゃないし、人の家に勝手に入ってパーティーするような人、友達だとは思えないわ。そんな。そろそろ警備会社から警察の方に連絡が行くんじゃないかしら。侵入者を取り押さえましたってね。騒ぎになったら撮影しておいてくれってお隣さんにも頼んでおいたから、きっと近所の間でも話題の有名人になるわね、さくらさんは。私はどうしたらいいのよ。知らないわよ。警察が到着したら身柄確保されて身内に連絡が行くだろうから、きっと単身赴任中の旦那さんに一番に知らせが行くんじゃないかしら。それだけはやめてよ。よかったじゃない、久しぶりに夫婦の再会よ。旦那さん、なんて言うかしらね。じゃ、そういうことだから、バイバイ。ちょっと、いやー。さくらさんは勝手口の鍵が変わっていたので、扉をハンマーで叩き壊して侵入したところ、セキュリティが作動。庭で騒いでいるところを警備会社の人に取り押さえられたようです。お隣さんも一部始終を撮影していましたので、後日、近所中に知れ渡ることとなりました。もちろん警察から旦那さんに連絡され、旦那さんは単身赴任先から突っ飛んで帰ってきたとのことです。勝手口の鍵や扉を壊したことや、お酒を飲んで酔っ払ったさくらさんが窓ガラスに石を投げ破損したことで、被害届を出すこともできました。さくらさんは旦那さんに離婚を告げられたとのことで、いつの間にかいなくなっていました。私は今までかけられていた迷惑や心の中のモヤモヤを一気に解消することができ、本当にスカッとしました。今では平和にママ友と楽しい幼稚園ライフを送っています。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。